バイクでアメリカを旅したりするダンサーオメガでございます。ボンネビルソルトフラッツの景色を見に来たけども、わっさーなのよ。もうワンチャンあるかもって思ったけど、共鳴反射見えませんね。痛かったぜ共鳴。またいつか見に来るぜということで、ユタ州を抜けてネバダ州のウェストウェンドーバー。ハンバーガー、イエーイ。クリスピーフィッシュ。魚もいいね。次の目的地はネバダ州イーリーです。ウェストウェンドオーバーからイーリーを目指す。ここら辺は何もない道がずっと続くんです。アメリカは本当にでかい。今ちょっと休憩がてら石を探してみようかなと。石を探してみます。こんなん見つけたんですけど、ターコイじゃない気がする。緑色の石ゲットしました。ターコイじゃないね。また何かあったら作りたいと思います。イエス。気を取り直して向かうはイーリー。バイク旅行してると英語偏っちゃうんで、たまにはこういうのも必要なのね。ジュースにプロテイン、野菜系の粉を入れてシェイク。こういうのもできるだけ飲むようにしております。それでは行きましょう。レッツゴー。を抜けてネバダの大地を走り、気合も十分だ。ここら辺は本当に何もありませんね。時折現れる小さい町を越えて、ただひたすらまっすぐ続く道を走ってゆく。そうして右折すれば、ここからはオフロード、グラベルロードになる。これからはオフロードだ。頑張るぞ。おい、グラベルロードを進むこと数十分。一体どこへ向かうというのか。お願いします。オーライ、そんな感じですね。ホットクリークスプリングスだったかな。イエーイ、レッツゴー。ホットトレイルオン。ホットクリークスプリングス。すげえ。川だ。しかもなんかね、水の色がなんか綺麗。熱いのかな。あのね、ここは熱くないけど生ぬるい。おお、楽しそうだね。行ってみましょう。リスク。あ、やべえ、めっちゃ綺麗。あ、なんかね、温水プールってわけじゃないな。魚が泳げるぐらいの暖かさだから、さっきあの男の人が80ディグリースって言ってたから、多分20度ぐらいみたいな、多分分かんないけど。うわ、めっちゃ綺麗。なんかちょっとエメラルドグリーンっていうか、っていうかね、あのめっちゃ魚おるんですよ。本当に自然って素晴らしいですね。そして次に向かうのはここ。よし、リザバー貯水湖ついたで。Let's go! フィッシング このエフェクトが入ってくるということは、もしやー、じゃなかったっす。草がいっぱいあってね、難しかった。ということで、キャンプグラウンド戻りましょう。Let's go! お願いします。キャンプグラウンド着きました。今日はここに泊まりたいと思います。しかもここ、ただなんですよ。無料、イエーイ。ということで、テントを張ってしまいましょう。暗くなる前に。よし、レッツゴー。さっきそこで立ちこけしたんすよ。バイって。おやすみなさい。おはようございます。バイクでアメリカを旅したりするダンサー、おめでとうございます。ということで、今日も行きましょう。めっちゃ寒かったここマジで。でもこれだって凍ってっし。ということで行きましょう。今ネバダ州なのでカリフォルニアまで行きたいと思います。レッツゴー。おー、朝日の影で遊ぶやつ。人生こんな感じで生きれたら楽しいに決まっておろう。そりゃそうじゃの。オーケー、
ありがとうございました。そして今日も旅は続く。おいえ、ノリノリな気分で向かう先はここじゃ。開けて、イエイ。でーん、アメリカ的朝ごはん。いやいや、スー、あ、これちゃんと作ってるやつじゃん、ここで。すげえ。いい感じ。なんかこのさ、生活感、本当にあの現代版レッドデッドリデンプション2みたいな、アメリカの大地を放浪としてる感じ。いいよいいよ。なんかね、やっぱ1年してバイク旅行がちょっと慣れてきて、アドベンチャー感にの良さがちょっと分かってきたんだけど、やっぱね、車と全然違うね。もっとこう、やったことないけど自転車で日本一周みたいなやつあるじゃん。なんかあの感覚に多分近いんじゃないかなと思う、方向としては。もちろんバイクだから自分で漕ぐわけじゃないし、移動距離も違うし疲れ方も違うんだけど、なんか感覚としてやっぱこの車みたいにさ、なんかこう守られてる感じがないし、その自然の感じを直で受ける感じも似てるから、なんかね、面白いよ。面白いよって誰目線で言ってるのか分かんないけど、すげえ面白い。なんかね、やっと楽しさが分かってきたって感じする。イエーイ。Alright, let's go。 そんな感じでいいと思ったらグッドボタン、またチャンネル登録もありがとうございます。ということで、カリフォルニアを目指します。まさかの次回は最終回、一体何が起こるんでしょうか。お楽しみにね。ほんなー。